はい、今から長門市湯屋にある巨人の足跡石に行ってみます。ここは立石観音ですね。立石観音から行きます。向津関東の立石観音、そこから向津関東の巨人の足跡石ですね。
っちになってるけどな。これ多分無理だわ。曲がれないな。ちょっとこれあれだ。はい。これに入っていい。くるっと回って行くしかないね。いやでもこれ多分無理じゃねえか。狭すぎて。ナビここになってんのよ。車で行けるんかな。行ってみるか。あそこ電柱が。これ行けるのかな。無理っぽいよなこれ。無理っぽいよな。行けるのかな。ああこれ無理。まあいいや行ってみよう。まあ無理ならちょっとバックしますわ。めちゃくちゃ狭いわ。この電信、この電柱がちょっとあれですね。これいけるのかな。なんとも言えんなここ。マジか。あ、いけた。いや、ここ車通れねえか、これ。通る場所じゃねえな、これ。まあ、綺麗ならいいけどね。普通車、まず絶対無理だな。
なかった。駐車場とかないよな、当然ないよな。もうここ止めておくか。はい、ということで巨人の足跡石までやってきました。